このチャンネルは、もこねこの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、ねこ兄さんです。今回の動画は、落ち着きがないキチトラはうろうろ忙しい、遊んでおねだりして威嚇するということでですね、このキチトラさんがパインくんって言いますよ。1歳の男の子ということでね、なかなかやんちゃさんなんですけれども、なんか近づいてきたよね。椅子に乗って箱を見てるぞ。多分ね、この箱の中にはおやつが入っているということで、おやつのおねだりかなと思うんですけれども、甘えん坊のモードになると結構ふみふみとかねしてくれるらしいんですけれども、なんかうろうろしてるよね。本当に落ち着きがない子やんか。でもなでさしてはくれてますね。隣にいてる白い子がね、サイベリアンのアツシ君って言うんですよ。めちゃくちゃ綺麗でしょ。膝乗ってくれたりせえへんかな。あ、指を匂ってくれたね。お腹触っても怒ったりしないんでいいよね。で、このね、茶白さんがハト君って言うんですよ。ちょっとまだビビりかなとは思うんですけれども、ハト君もアツシ君も動画は常に撮影しておりますので、後日配信しますよ。上に乗ったね。高尾君急に来られても怒らないんだね。ほんと優しい子やんか。その代わりおケツ匂いましたけれどもね。どっか行っちゃう？あ、降りたね。じゃあおもちゃで遊んでいこうかな。遊ぶのは好きな子らしいんですけれども、どうでしょうか。こちらは猫兄さん手作りおもちゃ将軍ですけれども、遊んでくれたね。あ、でも周り気にするな。でも遊ぶ、コロンってなる。ええやんか。お腹マフマフひっくり返りましたけれどもね。将軍はね、紐の部分がかなり頑丈なんですよね。棒の部分が壊れたらしいんですけれども、紐はまだまだ健在ですよ。噛む？これだけ噛み噛みしてもね、なかなか壊れないんですよね。しかも遊んでくれるんですよ。以前はね、販売もしたことはあるんですけれどもね、こうニャンズマーケットっていうね、フリマイベントで参加したんですけれども、あんま売れなかったですね。見た目はね、そんなね派手ではないのでね、遊んでくれるとは思ってなかったのかもしれないんですけれども、あつしくんも遊んでくれたね。将軍を買っていただいた方っていうのはですね、動画をご覧いただいている方だけでしたね。もうちょっと認知度が上がればいいなと思っておるんですけれども、撫でていきましょう。綺麗な顔してるね、この子。アスリートやる？ん？あ、どっか行っちゃうか。でね、周り気にしてるなと思うとね、上には猫ちゃんいてるんですけれども、にゃ、泣いとるね。威嚇するんですよ。言うとるね。猫ちゃん苦手ってわけではないんですけれどもね、アツシ君とかだったら一緒にね遊んだりとかするんですけれども、新入りは気になるんかな。アツシ君が走り去っていったんですけれどもね、一緒に遊ぶ？見てるだけか、アツシ君は。パイン君も遊ばない。あー、やっぱおやつ欲しい？おねだりがね激しいらしいという話を聞いてたんですけれどもね。首突っ込んでるやんか。ちょっとやめてくれる？おやつ欲しいんやろうね。この後ね、スタッフさんが中に入ってくるんですけれども、出迎えてるのかなと思ったらね、多分ねおやつのおねだりかなと思うんですよ。見とるね。尻尾ピーなってるんやけれども。で、お客さんもね、これから帰るところなんですけれどもね、パインくんはじーっと見つめてるでしょ。で、近づいてきました。これはね、間違いなくおやつのおねだりなんですよ。でもおやつもらえないとね、どっか行っちゃうんですけれども、さあおやつをあげましょう。この子はまつりちゃんですよ。下にはね、パインくんとだんじりくんがいてるんですけれどもね、猫パンチされてもねおねだりに来るんですよ。でだんじりくんにあげてるんですけれども、パインくんもやってきました。
だんじり君横取りされちゃったね。普段は横取りする方かなと思うんですけれども、激しいでしょう。もう完全に手を掴んでおりますもんね。そら食いしん坊やわ。ということでおやつ終わったんですけれどもね、今回のお店は大阪京橋駅近くにある保護猫カフェ猫の惑星ニャークルさんです。後ろにあるプレートっていうんですかね、倒れちゃいましたけれども、ちょいちょい遊んでるよね。おもちゃで遊ぶの好きでしょ。本当にやんちゃ坊主が好きな方はね、パインくんおすすめですよ。まだまだ1歳ということでね、元気いっぱいなんでね、もうたくさん遊んでね、甘やかしてもらいたいなと思うんですけれども、また周り気にする。ちょっと今落ち着きがないんですけれども、お家に入るとね、多分もう少し慣れてくるかなと思うんですよ。保護猫カフェっていうのはたくさんお客さんも来ますし、刺激が多いなと思うんですよね。でパインくんみたいにね、好奇心旺盛な子っていうのはね、落ち着きがなくなるかなと思うんですけれども、やっぱ遊ぶね、隠した方が遊んでくれるよね。アツシくんも遊びたそうにしてる気がするんやけれども、じっと見てるもんね。急に遊ばなくなるね。ということでおもちゃ持ってみようか。遊ぶかな。ただこれね、猫パンチが当たりそうなんでね、気をつけた方がいいんですけれどもね。あれ、急に興味なくなった。周りが気になる。でも遊ぶなかなかね、マイペースな子やわ。遊ぶ。でどっか行っちゃう。横になってくれたんかな。撫でさせてくれるってことかな。いやー、ほんと癒しの子ではないですか。あ、アトシ君来とったね。やっぱ遊びたい。首のマッサージしておりますよ。結構わしゃわしゃ撫でても怒ったりとか逃げたりしないね。ほんと人懐っこいんやろうな。あ、急に飛びついた。アツシくんもいっぱい遊んでくれる。この立ち上がるのたまらんよね。で今度ね、またこのモフモフちゃんがね、いっぱい遊んでる姿見てもらおうかと思うんですけれども、また威嚇してんの。シャー言うとるね。サビ猫ちゃん子猫らしいんですけれどもね、まだシャーシャー言うん。うう言うとるわ。あ、引いてくれたかな。でおもちゃ加えてどっか行く。なかなか自由な子やね。カミカミすんな。おもちゃ、おもちゃ返してください。おもちゃの執着はあんまないかなとは思うんですけれども、すごくいい子。甘噛みもしないね。あ、する、してないね今ね。うんうん、ほんと穏やかな子でね、一緒に生活はすごくしやすいなと思いますよ。今日はね、好奇心旺盛なパインくんと触れ合えて楽しかった。皆様いかがだったでしょうか。パインくんは元気いっぱいで可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の惑星ニャークルさんでした。